まで来て蚊帳の外とか絶対ありえない。どうにかして近づく方法を考えないと。お姉様、そのカエルのストラップは何なのですか？と美坂は好奇心旺盛な質問をしてみます。ああ、ゲコタっていうのよ。あのバカを引っ張り出して携帯のキャンペーンでゲットしたやつ。ロシア側の無線を傍受しましたと美坂は報告します。あの要塞に対して大規模な攻撃を行うことを示唆していますと美坂は補足説明します。まずいわね。 NUAD1967。 何よそれ。要塞攻撃に使用される兵器の名前ですと美坂は説明します。だから何なのそれ。旧ソ連製の戦略核弾頭ですと美坂は報告します。I'm racing for the thunder.